はい、というわけで鑑定コレクション缶コレパート7やっていきたいと思いますね。現在の編成はイスズレベル7、そしてクマレベル19の編成でございますが、まあ何がしたいかというと、まあこれからですね、デイリーの演習をやっていこうかなと。これね、3回演習を挑む。いつでも準備万全よ。まあイスズの経験値集めかな。クマももうそろそろクマ回になるの。なるんで、そのあたりをちょっと意識して、ハラショウ。おぉ、ハラショウ。響き回のレベルが70だからな、あの、次が。あー、なかなかですね。知らぬいを入れてるのか、これ。通な感じがする。戦艦が一隻もいないし。負け戦こそ美しい。この赤いのなんすか。クマをこんな姿にするなんて屈辱だ。クマのサムネはもうあるんで、ちょっとあれなんだけど。左舷に敵艦だ。なんかすげえことなってんだけど。千歳とか、大変だ。大変だ。どんぐらい経験値もらえるのか楽しみですが、なんか赤く染まったなんじゃらって帰ったの。うぅ、すげえ。うん、ありがとうございました。十分だわ、戦える。どうしようかな。いすず、ちょっと編成一人増やすか。ではでは、演習2戦目やっていきましょう。よろしくお願いいたします。出撃。水雷戦隊突撃。短期敵艦隊発見。砲船用意して。左舷に敵艦隊。稲妻の音響を見るのです。水雷戦隊突撃。なめるなクマ。主砲当たらん。左舷に敵艦だクマ。うお、勝ち勝ったな。え、イスズが一番。あら、普通に当たり前だけどいいんじゃない。勝たせていただいた感じがしたけどな。いつでも準備万全よ。さてさて、補給してもうワンセットいきましょう。十分だわ、戦える。天竜かもかも。天竜かもかも。身の回り戦隊。いや、身の回り艦隊。どういうこと。出撃。金剛です。水雷戦隊突撃。いや、金剛持ってないんだけどね、まだ。できればサムネは山城がいいんだけど、今回そういった意味で入れてんだけど。でも今お姉様からの攻撃だからね。丸見えよ。
は私を限りない前進して敵を取り戻してください。山城かわいいわ、普通にかわいいわ。ありがとうサムネ枠。ボロボロだな。うん、まあありがとうございました。追撃せず、追撃せずとも経験値は手に入る。しょっぺー、いつでも準備万全よ。これで任務が達成すると、よし、この5回以上勝利を収めようとか無理ゲーだからな。じゃあ補給してどうしようかな。十分だわ、戦える。編成組み直しますか。今入居が誰が言ってる、千歳だけか。じゃあ不走回答、戦艦不走出撃いたします。龍城空母機動艦隊出撃するで。そしてゼッカーマシーか勝歩か、勝歩がいいかな。出撃しますね。この二人がとりあえず改造できればいいんだけどね。補給大丈夫、毎回ちゃんと出撃前に確認していく。意外にね忘れてることが多い。231でいいわ。いすず出撃します。続いて、ああじゃあ単銃で戦闘開始。水雷戦隊カンコレンジャー失笑失笑ですわ。行け、うん、敵艦隊発見。オッケー、用意して主砲副砲撃て。イスズには丸見えよ。ナメルナクマ、クマいいね、舐めるな、クマ。お仕事お仕事、おー、仕事した。航空母艦で龍城グッジョブ、いいね、うちの子たちは強いな。あっ勝利、エスコングラチュレーション。次、手法の火力だけは自慢なの。え、防御力と速力、そんな欲しいけど。へい、新たな仲間を発見しました。ハグロです。女皇型従順洋艦姉妹の末っ子です。あのごめんなさい、桃とつねん撤退。どうした艦隊があるよね。お、遠征から戻ってきました。ねのひちゃんお疲れ様。ふう、このね第二艦隊が戻ってこないと仕方ないと。ねのひ強くなった気がする。いすずに任せて。間違った、腹書出撃遠征警備任務。やった、第三艦隊を選んでいく。いいかな。補給、第一艦隊砲も補給していく。十分だわ、いすずに任せて。赤城を今回入手したかったんだけど時間的に厳しいかな。厳しいっすね、あと1時間半か、無理だな。
疲れてるな。まあいいわ、これでちょっと行かせますか。231合中はしないと思うわこれで満身ではないと思う。大丈夫でしょ、これは大丈夫。真っ赤になったら多分ダメと思う。山本邸宅や山口邸宅も私の館長だったのよ。うん、えい、ここ、あ、ここは大丈夫でしょ、ここは大丈夫。合鎮したら、いや、せんでしょ、合鎮はないでしょ、いくらなんでも。索敵開始。敵艦隊発見。敵艦隊ミュー。ヒューガには負けたくないの。そうえ、いいね、素敵。手法よく狙って。うん、あ、手法、そう、撃て。あ、イスズには丸見えよ。命中が悪い。クマなんで。私だって航空母艦です、やります。艦載機のみんな、お仕事お仕事。ああ、水雷戦隊突撃。当ててくれ。なめるなクマ。クマ1位残った。敵艦隊発見。攻勢大バキル。山城大丈夫、本当によ。よし、当たってしまう。いいね、第二次攻撃隊いけ。じゃあ随時発進してください。いいね、皆さん方お強い。231でこれだったら結構いけるんじゃないか。手法の火力だけは自慢なの。クマがあと1回だな。速力、そんなの欲しいけど。戦艦か空母欲しいんだけどな。あれです。んちゃとかは言いません、よろしく。んちゃ絶対。通した艦隊があるよね。補給、補給していく。十分だわ。多分もう皆さん真っ赤なんだよな。ね、こうなったらもうダメだ。ただクマとかがこの辺もね、もうレベルが変わって改造できると思うんで、ちょっとうまいことやりたい。セカマシ、出撃します。セカマシといよいよサミダレ頑張るか。ちょっと待って、サミダレのパーツが悪い。酸素魚雷はないけど、普通の4連酸素、あ、4連魚雷だったらあるでしょ。ああ、はい、私頑張っちゃいますから。ではこれで出撃させて改造して今回終わりますか。231山本邸宅や山口邸宅も私の艦長だったのよ。よろしくお願いいたします。上の方がありがたい。うん。フラグね。じゃあ単純。戦闘開始。おお。これはまずい。手法よく狙って。ああ。まずいよ。手法。お願いだよ、倒してよ、当たらないで。クマをこんな姿にするなんて。クマをこんな姿にするなんて。いいね、サミダレ。よー、私には誰も追いつけないよ。水雷戦隊突撃。なめるなクマ。正ヒロインサミナレタン。用意して。山城。そうや。大丈夫。砲船よ。勝ってみんなで帰るんだ。砲雷撃戦。いいね。ゼカマシさすが。分かってる。私にはぶちのめせ。いいね。クリティカル75。ゼカマシ。これでいいんじゃない。
クマとか改造できるんじゃない？手法の火力だけは自慢なの。2人防御力と速力？そんなの欲しいけど。次、新たな仲間を発見しました。よろしくお願いします。あんたが司令官ね。ま、せいぜい頑張りなさい。やだ、痛いじゃない。いいね。そうした艦隊があるよね。オッケー、じゃあ補給して十分だわ。海藻見ていこうか。イスズはまだだね。クマがいいね。お、山城もいいね。じゃあちょっと一応これ外すわ。山城もね、外していきます。改造怖い。良い感じだ、クマ。ん？何が変わった？クマ何が変わった今？え、クマ何が変わったの？とりあえず装備は変わってるのはわかるけど、見た目的に何が変わった？まあいいわ。じゃあ次、山城タン。いいよね。愛さえあれば航空戦艦でもいいよね。500。鋼500。えぐいな。いや、可愛いけどね。これで月刊戦艦とは言わせないし。何？気が散るんだけど。何かしたいの？いつでもいつでも。何？何？気が散るんだけど。何すか？ドラムかなんかですか、いすずさん。総会違う、山城会。なんだ、提督か。姉様、どうなんですかね。やっぱり索敵がある程度ないとダメなのかな。まあこれに、あ、姉様、あ、そうかそうか。じゃ改装して、じゃちょっと装備を見せていこうか。イスズはまあいいや。で、クマでしょ？これはまあそのままでいいでしょ。で、4。こいつをどうするかだな。航空機の火力が対空火力と一致するんでしょ？このゼロ式をどうするかだな。あ？ちょっと待って。いいんだよ。なんか処理落ちしてんな。だから、35.6 とかあれば一番いいと。あ、あるね。でも命中上げた方がいいのかな。広角砲だと命中プラ1、こっちの方がいいのかっていうことですか。 35.6 つけるのもいいけど命中もいるよね。よく命中大丈夫かっていうコメントがあるんで、命中は意識していきたいけど、あのこっちのも命中上がるよ、ゼロ式。それこそこっちつけたらいいんじゃない。これでいいんじゃない、ぶっちゃけ。姉様より先でいいのでしょうか。10ね。ちょっとじゃあとりあえずこれで姉様とは差別化でいこうかな。確かに不損も当たらないことあるからな。命中ちょっと上げていくか。命中っつったらどうしようか。
ゼロ式偵察つけた方がいいのかもしれん、うん、けどね、こっちにしとくか。じゃあ、近代化階層ですね。私には必要かも。とりあえずこんな感じで、まあ、なんかこっちにした方がいいよとかあるんだったらコメントで教えてください。ということで、いつでも準備万全。